トップ3に入るほど、まあ非常に人気ですよね。色物って結構火がついたと思うんです、ね、そうなんですよ。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、どうも、バーセイの上村です。そして今日はバーセイの流星でございます。はい、はい、そうですね、流星さんと2人で今日はですね、もう見ての通り三原康弘のですねスニーカーをご紹介していきたいと思います。今回ですね、もう大人気、超人気ですね。人気のそうですね、もうかなりもう売れましたけどね、うん、それでもまだまだうちはかなりの量を仕入れておりますので、はい、また店頭にございます。しっかり在庫ございます。で、まあ、そのスニーカーをですね、いわゆるそのブレーキーという形がですね計、まあ、6パターンあるんですけども、そちらをですね今日はご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このバースデーチャンネルはですね、福岡市中央区大名にありますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。毎日19時に、配信しておりまして、内容としては、商品の紹介、スタイリングのご紹介、フレグランスブランドのサノマ、シルバーアクセサリーの、和感シルバースミスやトゥアレグジュエリー、そして、e バイクやスーパーセブンティスリーといった、この電動の自転車ですね、こちらをご紹介している、チャンネルとなっております。 e バイクはですね、今後、みんなでですね、この前撮影してきましたね。そうですね、はい、集団走行とかですね、みんなで走行してバーベキュー行ったりとかっていう動画も撮影しておりますので、ぜひ皆さん、ご期待ください。そしてですね、気になる方はチャンネル登録といいねボタン、ぜひともよろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあそれではですねスニーカーの方をご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、このスニーカー、まあ、ブレーキーという品番がどういったものなのかというところからまずはご説明していきたいと思いますね。まあ、形を見ていただけるともう皆さん一目瞭然、あの形です。 A の形ですね、はい、A のね、 A のブランドの形ですね。 A の S、 はい、うん、なんですけども、こちらですね、いわゆる構造としては、まあ、もともと革靴職人としてキャリアをスタートさせた、まあ、デザイナーの三原さんですね。その方、三原さんご自身がですね、まずは粘土で形をですね、木型というか、まずベースの形を作るわけですよね、ハンドで。で、それを元に、製作しているという品番でございます。で、僕は面白いですよね、まあ、ブレーキーとかピーターソンとかハンクとかいろいろ名前あるじゃないですか。うん、あえて皆さん、元の名前のネタどこから来てるかご存知ですか？いや、知らない方の方が多いんじゃないですか。それ、これ実はですね、ジャズアーティストさんですね、の名前から来てるというところでございます。まあ、音楽から来てるんですね。そうなんですよ、まあ、音楽が好きなやっぱデザイナーさんならではというか、そういうところの、まあ、実は名前のルーツだったりしております。で、こちらブレーキ一応ですね、年によってここの色ちょいちょい変わってますもんね、確か。あー、ここのステッチのその FMI ブレーキのところですね、はい、はいはい、とかが変わってたりとか、まあそれ以外はそこまで大きくは変更されてはないんですけども、こういうところ細かいところが若干変わってたりするようなモデルでございます。なるほど。ちなみにこのブレーキってどのぐらいの人気の高さなんですか、うん、その三原の中で。ああ、いや、これどうでしょうね、感覚的にはまあほんとトップ3に入るほど、まあ非常に人気ですよね。なるほど、うん、大体何でしょうね、一番まあやっぱ上位を占めるのはこのブレーキーと、まあ、ピーターソンと、あと今どうでしょうね、ウェインとかですかね。まあそうですよね、うん、やっぱこうね、毎日来てくださるやっぱこう海外の方とかね、海外アーティストとかで着用がすごく増えてますので、うん、そうですね、そこからの知名度の高さを誇りますね。はい、そういった非常に人気なモデルでございます。まあ何でしょうね、本当入荷したらすぐなくなっちゃうというかですね、あっという間ですよ、うん、サイズ掛けもすぐ置きますし、まあ店頭にから消えるのもあっという間というようなアイテムでございますので、ぜひ。あれですよね、今まで、うん、年にどのぐらい発売するんですっけ、これは。年に、ですね、今回、まあ、トータル含めて、まあ、4回ほど、約4回ぐらい、はい、定番モデルっていうのは、発売するような形でございますね。うん、なるほど。非常に、まあ、年4回に行くと、まあ、結構多く感じるじゃないですか。はい、なんですか、なかなか手に入るのが難しいというところでございますからね。もうそれはもうやっぱすぐなくなっちゃうという理由ですよね、うん、そうですよ。だから皆さん結構タイミング大事でございますよ。なるほど、はい、そういったモデルのブレーキで、今回はですね、こちらのいわゆるその定番型ですね、ソールの、プレーンな形で、アッパーもプレーンな状態っていうのが、白と、黒、こちらの黒ですね、うん、と、オールホワイトのモデルですねっていうのが、あとブラックか、オールホワイトっていうのと、ソールも真っ黒、アッパーも真っ黒っていうオールブラックですね。ちょっと見ていきましょうか。あ、そうですね、うん、これもう口頭で言うより見た方が早いですね。はい、こちらが、白ですね、ソールも白、アッパーも白、そしてまあここのかかとの部分だけ黒とですね、刺繍も黒というようなところ、まあ、いや、ほぼオールホワイトのモデルですね、うん、なるほど、はい、
そして今さっき夢が持ってたこの黒ですね。黒ですね。はい。ソールはホワイト。ソールホワイト、アッパー黒。そして、先にちょっとこっちだと置いといて、はい、こっちのですね、はい、アッパーも黒、ソールも黒、オールブラックモデルですね、うん、そして刺繍だけ白というようなところでございます。はい、まあ、やはりオールブラックは非常にファッショナブルですよね。おしゃれですね、僕も思ってます、うん、そうですよね、うん、やっぱり何でしょうね、こうスニーカー好きな方は結構やっぱソール指導のものを選んだりする方多いかなという感覚はあるんですけど、まあ、スニーカー好きが先行というよりもファッション結構好きですという方とかは結構このオールブラック選ばれる方多いんじゃないかなとは思います。はい、っていうのとですね、そして今回はですよ、なんとですね、こちらのベーシック系に加えてですね、こちらでございます、ドン、ソール加工パターン。おお、なるほど。そうなんですよで、ですね、いわゆるこう超ヴィンテージ加工してるモデルもあったりするじゃないですか、三原さん。はいはいはい。ではなく、まあ、ソールを若干こう色を加工してるタイプですね。なるほどですね。はい、まあ、そんなにこう派手すぎない、さりげない、ヴィンテージ感というかを出してるモデルでございます。なので見え方は、基本的に違うのはソールの色がこういう風に違うだけなんですよ。こう見てもらうと分かるんですけど、左っぽくなってるわけですね。そうです、そうです、そうです。それ以外は、まあ、一緒なんですけども、皆さんどちらの雰囲気が好きでしょうかというようなところですね。で、こちらのですね、きなり版ソール加工バージョンもこちら、この黒ボディ、そして白ボディ、こっち行きましょうか。はい、そっち行きましょうか。はい、こちらの白ボディ、こちらが白になります、はい、こちらですね、白ボディ、そしてこちらのなんとパープルボディ、この3パターンから選べるようになっております。ちなみにパープルは今季新作の新色カラーというね。そうですね、はい、今季から、登場しているパターンでございます。いいですよね、パープル。そうなんですよね、結構定番の白黒はまあ相変わらず人気なんですけど、うん、色物って結構火がついたら止まんないですからね。そうなんですよ。そしてなんか特にこの手の何でしょうね、まあ、特殊なカラー系のものってずっと続けるわけではないからですね。そうなんですよ、定番になりにくいので、うん、結構ですね、早めにお買い求めしておかないと手に入らなくなっちゃう。そうなんですよ、なくなってから欲しいと思った時にはもう遅いですからね。再生産されないことの方が多い、こうちょっと特殊系のカラーリングでございます。いやー、いいですよねっていうようなのが、計ブレーキ今回、6パターンですね。そうですね、はい、選べるようになっております。そして金額をですね、こちら出しておきましょうか。せーの、ドン。全部ですもんね、これが、はい、全部です、6パターン全部この35,200円です。で、昔から宮田のブレーキ知ってる方からすると、おん、ちょっと値段変わったかなという方いらっしゃると思うんですけど、そうなんですよ、若干だけですね、少しだけ値上げさせていただいております。前は税込み33,000円だったんですけども、35,200円でちょっとだけ値上げしておりますが、まあまあ仕方ないですね。まあ資材の高騰といろいろございますので、そこはまあ足からず、はい、っていうようなものでございます。じゃあですね、ちょっとここからはですね、履いていきましょうか。うん、そうですね、うん、まあ分かりやすく履いてもら、履いていた方がいいかもしれないですね。はい、じゃあですね、まあ僕と流星さんでいくつか履いてご紹介していきたいと思います。いやー、いいですね。はい、今回僕がね、着用しておりますのはこちらヴィンテージソールデザインの、ブレーキホワイトの方を着用しております。今回ちょうどね、僕セットアップでね、白を着てたんで、あ、これ絶対スタイリングに白合うなというね、はい、そんな感じのデザインになっております。そして今回ね、まあ梅にもちょっとヴィンテージソールの方を履いていただこうかなと思うんですけど、このヴィンテージソールって実はね、入荷がそんなに少ないんですよ。と言いますと、こう、まあ、年に1、2回入ってくるか来ないかぐらいなんで、ちょっと希少価値高いんで、僕もこちらの方をね、皆さんにちょっとイメージしていただけたらなと思っております。まあ、通常の方はですね、過去にもお手、まあ、ご紹介しておりますので、うん、まあ、今回は加工系を履いていこうかなと思っております。そうですね、はい、で僕もですね、僕自身ブレーキをね、よく愛用してるんですけども、ブレーキって何がいいかって、ワイズが広いんですよ。ワイズがもうデザイン、ソールも見ていただいたら分かりやすいと思うんですけど、ワイズがかなり広いんで安定感があって、長時間歩くのにすごく向いてると思います。はい、なんでファッショナブルかつ合わせやすいかつ履きやすい、長時間履いても疲れないというね、そういうねところが、まあ、僕はブレーキのおすすめポイントと思います。あとはね、三原さんのちょっとソール、はい、こちらもうこれね、全て三原のスニーカーのソールはこうなってるんですけども、はい、これですね、まあすり減らないんですよね。
そう長年履いてもねずっとねすり減らなく同じようなねデザインで楽しんでいただける形状で楽しんでいただけるっていうところもこの金額を出す価値があるかなと思います。なんかまあそういったところもね踏まえてまあ三原のスニーカーはですね人気がゆえですけども物自体もデザイン自体もものすごくいいというねそういったアイテムになってますのでもしなんかこう白系のアイテムが好きな方あるいはオールブラック系のスニーカーよく持ってるよっていう方はね白のねヴィンテージソールとかすごく合わせやすいんでぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はいそういったね僕のリコメンドアイテムはホワイトのヴィンテージソールでございます。はいそんな感じでねじゃあちょっと梅の方にドゥーメ何色履く予定ですか。いや僕はですね、これ言っちゃっていいですか。新色履いちゃいます。はい新色でも履いちゃいます。いやそうなんですよ僕はパープルをですね履こうかなと。わかりました。じゃあ次は梅の方にお渡ししたいと思います。ありがとうございました。はい僕はですね、はい、先ほどおっしゃった通りパープルを、着用しております。いいじゃないですか。いいですよね。まあなんかまあブラックはまあなんとなくイメージつくじゃないですか。うんまあそうですね、うん、なのでまあブラックは合わないものはないですからまあわかりやすくパープルをちょっと履いてみました。ちょっともう一度寄ってみていいですか。はい見てみてください。はいこの感じ、パープル色物だから皆さん合わせどうしようかなとか気になるかもしれないですけどシンプルに合わせるだけでいいですよ。こういうグレーはもちろん合いますしインディゴだろうと黒のパンツだと何でも合いますからね。うん、シンプルなスタイリングに、まあ、パンツだったりとかとはですね合わせやすいので、足元にですね主役を持ってくるようなスタイリングのイメージで組んでみてはいかがでしょうか。パープル意外と合わせやすそうですね。かなり意外と合わせやすいですよね。うんそして見晴れやすい色のスニーカーやっぱ特にブレーキ歩きやすいですね。いや本当そうだと思います、はい、非常に履き心地がいい。まあ見た目のボリューム感からすると結構重量感あるのかなって皆さん思われると思うじゃないですか。意外とそうでもなくて軽いんですよ。そうなんですよお客さんみんな持ったら、うん、意外と軽いみたいな。そうなんですよね。なので、まあ、疲れにくいし、まあ、あ何でしょう歩きやすい。そしてクッション性もしっかりあるからいいですね。あとですねまあ、サイズ感僕が大体、まあ、25とか 5.5 なんですよ実寸で。で今履いてるのが、まあ、41なんですけど、まあ、41でマジでドジャストみたいな感じですね。うんうんうん、なので、まあ、実際履くなら42とかがちょうど良さそうだなっていうような感じでございます。これなんとなく、まあ、サイズ感だったり履き心地が分かっていただけたかなとは思いますのでぜひ気になる方はですねこちらオンラインストアございますので、まあ自分のご自身のサイズ残ってたらラッキーですよ皆さん。買っちゃっていいと思いますのでぜひ皆さんご購入してみてください。はい、最後まで見てくださった皆さん誠にありがとうございました。三原康弘のスニーカーはですね続々と、まあ、入荷しておりますのでスニーカーだけじゃないですよ洋服も続々と新作入荷してますのでぜひ皆さん店頭に遊びに来てください。はい、それではまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。